7番広瀬博道、昨日は2センターで北勢の追撃をしっかりとブロック、準決勝へとこぎつけました。さあ赤番のホーム、打鐘の周回で動いた関東勢。5番の永井が9番の武藤を抑えて先行、しかし突っ張ります。9番武藤を高橋行かせません。9番の武藤、そして2番の中川、6番の永井と再びこの3人ができる中ですが、バックで成功法を取りました。5番の永井大輝、1番内藤、そして3番の矢島和也、関東の3者が今度は前受けと変わって、金が鳴って残り600を既に切っています。ホームストレッチ、さあもう一度巻き返しは9番武藤隆です。武藤隆、5番の永井大輝、先行争いとなるか。しかし制して9番武藤が出ました。2番の中川が2番手の位置、3番手6番永井亮です。そして後方から8番の大沼隆之上がってきました。それで4番の岡崎光一、7番の広瀬博道までこの3人上がってくる。さあ地元東京両者は後方に下がっているがどうか。5番の永井を振り切って外から1番内藤隆弘、連携立って上がって現在6番手、4コーナーから直線です。先頭8番の大沼ですが、おっと落車している。先頭今度は内藤か、内藤かゴールイン。2番の中川圭一、最後はこの2人か。